皆さん、こんにちは、ファットです。先日、ワールドカップの準決勝が行われ、フランスとベルギーの一戦はフランスが1点を守りきり、辛くも勝利しました。日本から3点を取り、ブラジルからも2点を取った赤い悪魔はこの試合、フランスの堅守に苦しみ、決勝に行くことはできませんでした。フランスはセットプレーからの得点のみで勝利。やはりレベルが同じ相手になると、ガチガチに守る試合が多くなりますね。で、このフランスの勝利に対し、怒りおろわにしている選手がいました。そう対戦したベルギーのキャプテン、アザールです。失望している。僕たちはより多くのものを勝ち取るのに、値したと思う。フランスは後半ずっと守備的にプレーしていた。そして、それが彼らにアドバンテージをもたらしたね。でも、僕はあんなフランス代表の一員として勝つくらいならば、ベルギー代表の一員として負けた方がいい。と語っており、負けた自分たちが正しいとはっきり言っていますね。アザールが言うことも一理ありますが、ワールドカップでは、負けたら終わりです。フランスのようなサッカーが否定されるのはおかしいと言えるでしょう。ベルギーの猛攻を耐えたフランスの守備を褒めるべきです。ただ2カ国ともすごいファイトを見せてくれました。セルジオ・エチゴ氏も言っていましたが、事実上の決勝戦みたいな試合でしたね。もう優勝はフランスで、決まりかな。今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。Twitter、Facebook、インスタもやってますので、フォローよろしくお願いします。LINE アットでも友達絶賛募集中です。コメントもガンガンしてね。